はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、五条悟を三色マーカーチャレンジで塗っていきたいと思います。線が五条悟の描き方講座で描いたものにペン入りしたものです。塗っていく前にどの色をどの3色を選ぶかっていうことについて、ちょっと簡単な色選びの講座みたいなプチ講座ですねをやっておきたいと思います。色の見え方を分類する場合に、赤、黄、緑、青、紫みたいに色味の違いに注目して分類する方法を、これを色相っていうんですね。で、これをこの輪っかみたいに並べたやつを色相感って言います。名前とかは全然覚えなくていいんですけど、これがその配色とかを決めるときに結構役立つので、知ってみたら便利だよっていう話ですね。例えばこの黄色と、その向かいにある青紫とか、あとオレンジとその向かいにある青とかって、この向かいに合わせにある色っていうのは補色っていうんですね。この補色の組み合わせは強い対比になるので、画面でとても目立たせることができます。で、その他にも例えば黄色と赤だいだいは類似色、似たような色の配色で、この2色を例えば選んだりすると画面全体に柔らかい印象が出せたりとか、あとは黄色と例えば青を配置したりすると、これは対比色になるのでくっきりとした印象が出せたりっていうことになります。要はこの円の中で距離が離れているもの同士を選ぶほど対比が強くなって、距離が近いものを選ぶほど、似ているような色になるので、割とまろやかな画面が作れるっていう感じですね。三色マーカーみたいに限られた色で色を塗ろうとする場合に、この色相感を使うと結構面白い色の組み合わせが見つかったりするよっていうお話です。で、今回これを使って黄色と緑をチョイスしてみます。今度は前回100均おすすめ画材で紹介したキャンドゥのペールゴールドイエローとペールグリーンと、あと最強色といったペールモーブです。これはペールモーブがいかに使える色かっていうのをちょっとお見せするためにやろうと思います。まずペールゴールドイエローで髪の部分に色を入れていきます。3色マーカーでやるときは髪の白も結構効果的に使わないと、ベタ塗りしちゃうとあんまり立体感が出ないので、どこに色を入れるかっていうのは結構考えて塗っていきます。カラーの色を塗るときって光源って言って、光がどっちから当たってるかっていうのを考える必要があるんですけど、これは今光がこっち側からこう当たってきてるっていう考えで、でこう影を入れています。これ今塗ってるのは影の部分ですよ。影ができる部分を塗ってるっていう感じです。で、こっち側から光が当たってるので、その髪の毛で言うとこうあったら、ここにこう光が当たるから、こっち側がこう影になるっていう感じですね。なので、今下側に影をつけていってるっていう感じです。で、ここからペールモーブで顔の影を入れていきます。で、この紙で入れたとこもちょっとなじませるために顔の影を入れる、下の本当はここだけ影つければいいんですけど、なじませるために上もちょっと塗っていきます。これ結構重ねるといい色になるんですよ。で、この鼻の影のところですね。これは目の瞳のところからいきます。で、瞳のこの上の白抜きのところも塗っていきます。で、二重のラインのところも影を入れて、で、この瞳のところの上のところですね、ここも入れます。で、瞳ももう塗っちゃいます。で、反対側、これも二重のラインのところと眉毛ですね、とか、あと瞳の部分で、瞳はここも思い切って塗っちゃいます。で、影の部分ですね。前髪とかはだいたいこの落ちてくるところに影ができる感じですね。
ここもちょっと馴染ませるために入れていきます。マーカーは力いっぱいこう握るんじゃなくて、軽くほんと握ってシュッシュッて走らせると、あのボテッとならずに軽めに薄く色がつけられます。でこの鼻のところだけちょっと濃く、一段階濃くしたいので、ちょっと乾いてきた頃にもう一回入れます。で耳ですね。耳のところ、鬼滅の柱の三色マーカーチャレンジでもやったんですけど、グレーの影を入れる部分は時間差で色をもう一回同じところを塗ると結構濃淡が作れますね。で首の下の影ですね。首は首筋のところにこう線を走らせるような感じで、でここでちょっと黄色を面白い使い方してみます。こっちから光が当たってるので、その光の当たってる光る部分に黄色を入れてみます。髪の白で置いといてもいいんですけど、ちょっとここ色入れます。で影をペールブルーで落としていきます。これちょっとイレギュラー的使い方なのでどう出るかっていう感じですけど、あとこの骨のところに入れて、さっきの鼻の影と逆で完全に乾ききる前にどんどん色を重ねると結構ぼかした中間色になります。で、あとちょっと布の本来ハイライト部分ですね、ハイライト部分にもちょっと黄色入れてみます。で、あとはペールムーブ、あとも服も塗っていきます。特に服は影は、はい、あの影というかハイライトですね、ハイライトは入らないで、もうそのままザーッと塗ってちょっと OK です。このペンを動かすときってこうくるくる、あのこう回転させながら塗る と、くる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 ってですね、やるとムラができにくいです。で今回ペールグリーンですね、の唯一の使いどころは瞳です。青と迷ったんですけど、緑の方が結構ちょっと馴染みがいいかなっていう感じでしたね。でそろそろ乾いたかな。あ、乾いてますね。乾いてるのでちょっと一段階濃い影を、これペールムーブ重ねてるだけです。入れます。この襟の内側とかですね、にちょっと一段階濃い影にしてみて、でこの耳の下ですね、ちょっとこうしようかなと思います。ちなみに最初に試し塗りしたのがこれですね。なんかすごいオーソドックスな、紫使うとオーソドックスだったんですけど、なんか全然面白くないなと思ったので、今回思い切って黄色を入れました。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。